わかる？バックを、バックどれで、バックは思いっきり左でずらして前にやるとバック。こう思う。うん。で。こんにちは、あやです。はい、今回も3ピース岐阜に来てます。お邪魔してます。なんとね、あやちゃん、はい、めっちゃ珍しい車があるの、うん、まず店内へどうぞ。お、どうぞ。これはい、まずそのミニカー見てください。すごいね、何これ。これね、オートバックスのスポンサーになってる車両で、はい、うん、これやっぱりスーパーオートバックスのマーク書いてあるね、うん、これ車、はい、GT300 で走ってたの、うん、これ、はい、それがトヨタの MRS っていう車をベースに、うん、じゃーん、 GT300、 これこの車、はい、開いてみてください。開けます。もうめちゃくちゃ珍しい。僕もこの店長に聞くまで、はい、存在すら知らなかった。あ、本当に？うん、すごい。じゃあ本当にもうレーシングか。要するにこれ待望の GT マシンが公道を制圧。普通に公道は一応走れるってことですか？もちろんナンバーついてる車だから、うん、公道を走れる車でありながら、はい、GT300 の車をモチーフにして、うん、ほんとそっくりそのままそんな車を作ったらしいです。すごい。え、それはトヨタさんがってこと？違う。え、このここモノクラフトさんっていうところが独自で作ったそうですよ。すごいよ、ね、すごいですね。で、裏見てる。こっち？うん、これ全日本 GT 選手権、おお、これ出てるこの車ね、はい、これがミニカーになってるんだけど、うん、この車と同じになってるからな、すごい。マジ？これが今日見れるんですね。そう、これ赤いよね、この。これ赤いですね、うん、で、実際、うん、まあ、色は赤じゃないんだけど、うん、実物がございます。ちょっと見てみましょう、本物。はい、はい、これ、あやちゃん、じゃーん、すっげー、もうレーシングカーみたいじゃない？すごい。っていうか、そもそもこれはどのくらい前に作られた車？これ2004年、16年前。めっちゃ綺麗じゃないですか。いや、めっちゃ綺麗だよこれ。店長、はい、はい、もうスリーピース岐阜といえばもう古い車をピッカピカにして販売するっていうね、レストアですね。もうフェアレディ Z とかね、はい、うん、あの86ブラックエディションとか、うん、いろんな動画うちも出したけどね、はい、ラシーンとか、はい、これもまた店長こだわりですね。こだわりですね。いろんなところをやっぱり手をかけて、うん、もうほぼ生まれた当時のスタイルに仕上げました、うん、これすっげえかっこいい。まずこの車高もね、うん、これまあまあ、これほらフェンダーとタイヤまあまあこれかぶってるっていうか、これすごいね。これでもこれ車高は最低地上高ありそうだよね、これ。うんうん、全然あるやん。あると思う。だから本当になんかレーシングカーみたいな雰囲気出しながらもこれで一般公道走れるんですよね。走れますね。すごい。車検ももちろん通るっていうことです。通ります。全部公認済みです。公認済みだって、あやちゃん。このまんまで走れる。まんまで走れるの、ね、で、これね、もともとはこのホイールは、ベースはこのホイールじゃなかったんだけど、これこの車専用で作られた限定ホイール、これ、うん、が付いてるの。この車専用設計。すごい。ほら、レイズさんの。レイズさんですね。T37。はい。この車のサイズに合わせた専用のホイールらしいです。すごいよ、本当に。すごい。うん。でね、もう一つ。はい。マフラーも。マフラー？うん。マフラーもカタログと同じマフラー。そうです。あれは見つけたんですか？見つけました。これ見てください。このマフラーもね。これか。そう。しかもさ、カピカよ。すごくない？これものすごいかっこいいよ。要するにこれはこれのオプションの本物のマフラーってこと？そうですね。それを探してきて
もう完璧にするためにつけたっていうカタログ通りに。すごいこだわり具合がやばい。え、これ今新品でこのマフラー手に入るんですか？手に入るんです。あ、なるほど、手に入るのね。当然新品を買って取り付けた。まあでも逆にこういう新品手に入る方が安心じゃん。例えばこれだんだんまた傷んできて、交換したい時にもう新品ないって言うたらね、マフラーは消耗品なんで、うん、安心ですね。安心ですよね。いやーかっこよくない？これ後ろから見てもこれめっちゃかっこいいですよ。あとね、はい、屋根が取れるんですよこれ。オープンになるんですか？オープンになる。でもこれは格納じゃなくてこう取るタイプ。どうやって取るんですか店長？やりましょうか。 お願いします。これをこうやって外す。上ね。あ、でそっち側にで後ろはこっち外すとこあるんだ、うん、ほんですごい取れたよ。取れた。はい、取れました。すっげー、すごい。オープンカーかっこいいじゃん。めっちゃかっこいい。え、あとでも一つ気になったのが、うん、これってそうってことは店長ソフト、はい、これって何？まあ、あのハードトップを外したら方が出てきたんだけど。方にもなるの？はい、でもサーキットとか走るのはハードじゃないから一応ちゃんとハードがあるってこと。そうです。じゃあハードつければサーキット走れるし、普段ああやってまあ横一緒ってやるのも面倒な人は、うん、とりあえずこの方も使えるっていうこと。そういうことです。やばくない？すごい。これ普通に未だに動くんですか？動きます。え、ちょっとどんな風にやる？そのままボンってやれば。手動ですけど。手動。ちょっとやあちゃんやってみて。どうやってやるんだろう。これ真ん中のプルを引っ張ってもらう。まず。あ、引っ張った。で、手でグッと起こしてもらうと。あ。で、前にズル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 。あっち、あっち。お、すごい。うわ、すげえ。これじゃあまた同じようにパチンパチンって止めればいいってこと？そうです。すごいじゃないちゃん。突然雨降ってきちゃっても、うん、とりあえずは大丈夫なんだ。しかもさ、うん、ここってよく傷むじゃないですか。うん、傷むけどこれガラスじゃないの？え、ガラス？たわちょんコンコンってやってみて。ほら、ガラスだ。え、めっちゃいいじゃないですか。すげえな。しかもここも全然傷んでる感じしない。すごいね。しかも本当に状態がむちゃくちゃ綺麗だよ。うん、はあ、オッケー。もう一回、じゃあせーので、よいしょ、よいしょ。おー、簡単じゃん。しかも簡単、すごい、めっちゃいい。これすげーなー。で、またね、あやちゃん、内装もこれ、はい、まあ内装は多分おそらくノーマルだと思うんだけど、はい、ちょっと乗ってみて、ちょっとこっち、運転席。じゃあ、お邪魔します。ほら、トヨタのマークになってるね。はい、このマットもね、このとってもなんかかわいいな。これがかわいいよね。ちょっと閉めてみて。お、意外と、うん、ね、重すぎないし、かっこいいじゃん。ちょっとエンジンかけてさ、はい、窓をちょっと開けてみよう。鍵、これだ、うん、鍵回すの。さあ、どんなエンジンをするかな。お、おいで、ちょっと窓開けてみて。ね、あ、これか。うん、行きます。おー、スムーズ。お、かっこいいじゃん。すごいすごい。いや、かっこいいね、あやちゃん。めっちゃいいね。やば、本当にやべえな。うわ、これ運転楽しそう。ちょっとあやちゃん、軽くさ、エンジンブンブンやってみて。うん、いいね。音どう？結構なんか低音が効いてくるよね。うんうん、いい感じ。すっげえ。これ何速？6速かな？6速まであります。お、6速まであるじゃん。で、あのバックがこっちなんだ。あ、バック奥？うん。ほう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 。すげえじゃん。めちゃめちゃ内装も綺麗。内装もめっちゃ綺麗じゃん。すごい。かわいい。いや、かっこいいよ、あやちゃん、これ。マジで。
なんかこのエアローもさ、サイドステップも結構派手だけど、結構まとまってるよ、車が。本当にこれ輸入車っぽいね、なんかね、スーパーカーみたい。意外と見やすい、そんなに視界がこう狭まってる感じがしなくって、うん、ちゃんと見えますね。で、オープンの空もね、そう、かなり開放感あっていい感じ。いやー、これマジで楽しそうじゃん。いや、めっちゃいいね。すげえな、すげえな、すごい。ちょっとエンジンルーム見たくない？見たい。よし、エンジン止めよう。はいはい、エンジンルーム、はい、開けてみてください。はい、わかる？エンジンルームは、わかった。お、わかった。どこにあった？ここ。お、そこにあった。はい、で、後ろなんだよね、この車。後ろなんだ。そう、本当だ。要は後ろエンジンだから、これもまた珍しいの。あ、そうなんだ。そう、スーパーカーみたいだよ、だから後ろエンジンって。まあ、そうですよね、うん、じゃあ、はい、オープン。よい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 よ。これはもうね、これもほら、綺麗じゃないの。すごいな。こんな感じで16バルブ VVTI っていうエンジンが、はい、はい、積んでます。すげえね。すごい。サスペンションもこれなんか変わってるから、これはもともとこの車についてたサスペンションですか？そうです。これはオーリンズです。オーリンズか、かっこいいよ、オーリンズ。すごいね。じゃあ、あやちゃん、はい、じゃあ普通はそこトランクルームだけど、そうですよね、この車のトランクルームは前にあるんで、お、前見てみましょう。はい、あやちゃん、その T シャツかわいいね。かわいいでしょ、ゴリラです。今試作品だね。そう、まだ試作じゃなんで、これが商品になるかはまだわかんないけど、これあやちゃんが作った、クレイモデルで作ったゴリラだよね。クレイゴリラくんです。後ろのノブレスもかわいいじゃん。はい、まあ、まだ販売してないけど今準備中。さあ、あれ、これでもどうやって開けるんだ。これもカチンがあるのか。あ、カチンだ。カチンカチンはどこかな、わかるかな。給油口でしょ。うん、給油口。これ後ろだったでしょ。うん、うん、さあ、フロントあやちゃん見つけることができるかな。このレバーとか、うん、そのレバーはなんか違いそうだ、ね、ハンドルの位置調整じゃんよ、店長。どこでしょうか。え、あやちゃんもうギブアップ。助手席側を見てみましょう。上昇席なんだ。ちょっと助手席にじゃあ見てみよう、はい、え、フロントのところ開けるの助手席なんだね。マジで。こっちを開けての、うん、さあ、見つけることができるか。こんなに分かりづらいの。ここ開けるとか。いや、そんなとこ開けへんでしょ。隠し扉的な。違うな。開くとこといえばここ。あ、おお、開いた。じゃあ前を。すごいね、そんなダッシュボードにあるとは。でもあの位置だったら普通に運転席から持っていけるね。うん、はい、どーん、ちゃんちゃらじゃちゃんちゃーん、しまえない。いや、これそう、お、え、しまえない。荷物はあまり乗らないと。しかもあのスペアタイヤのこれ、スペアタイヤ懐かしいね、これ。今履いてるのとのだいぶ違いが。大丈夫かしら。でも今パンク修理キットみたいなのが主流だから、うんうんうん、まあ、それを入れとけば、うん、まあ、ここはちょっとバックぐらいは入るかもしれない。そうですよね、うん、まあ、とりあえずは入るのかな。少ないんだ。まあ、これは趣味の車だから、これで旅行行くわけじゃないからね。まあ、そうですよね。そう、すごいじゃん。でもなんか汚れても拭きやすそうでいいですね、うん、ここにさ、ちゃんとカバーがついてるのいいよね。そう、でもやっぱ綺麗だよね。めちゃめちゃ綺麗。全然痛いって感じよ、さ。すげえ。すごい。じゃあちょっと元に戻して、はい、次ちょっとエアロをしっかり見てみましょう。うん、はい、ん、一つ気になったのが、ほい、ナンバーどこにつけるんですか、すごいね、これ。ナンバーつける穴がないじゃないか。前のダッシュボードここに乗けとけばいいの。そういう感じ。そうではないと思うな。いや、これどこにつけるの。え、はい、謎、謎、すごいね、あやちゃん、よく気づいた。
いやだから私さっき公道走れるんですかって聞いたじゃないですか。ああなるほど、そういう意味だったのね。そう、どこにつけるんだろうと思って。いやかっこいいじゃん、愛ちゃんどう思う。これこのメッシュの中に入れるとか。メッシュの中に入れる、いやそれも不安定だな。だってじゃあ自分で好きなところに穴を開けてつける。じゃあ僕の想像言っていい？これレストアしたでしょ、うん、もしかしたらこれバンパー新品。あ、そういうこと。だから本当は穴開けてネジをつけなきゃいけないんだけど、まだ新品いうことでそれをやってない。お客さん買う人がどこにナンバーつけたい、真ん中につけたいですって言ったら真ん中、いや僕はちょっと左端に寄せたいですって言ったら左端って、こう好きな位置にできるようにあえて今は何もしていない。マジ？え？さあ答えは店長。正解。お、やったー。え、ちゅうことは本当にこのバンパー新品？いや新品ではないです。え、な、元のオーナーさんはどこにナンバーつけとったの？全部穴を埋めたんです。で、もう一回塗り直してる。穴を埋めて塗り直してお客さんの好きな位置にナンバープレートをつけれるようにあえてスムージングしたっていうことね。すごい、すごい配慮。あやちゃんならどこつけたい？ど真ん中。いや、やだ。え、そうなんだ。俺真ん中つけちゃうけど。やだ。端っこに寄せたいんだ。うん、でも今どっちがいいかなって思う。おしゃれじゃん。こっちかな。はい、あとね、あやちゃん、はい、まずこれ、まあ、フロントバンパーもこれこの車専用のデザインになってます、うんうん、でこれ幅が広いでしょ。ちょっとワイドですよね。このコクピットの方のね、中のね、うん、とこに比べてすごくボディがワイドになってて、スーパーカーみたいにかっこいいよね、はい、これフェンダーが思いっきりワイドになってる。あ、じゃあもともとはこんなに出てるわけじゃない？出てないの。後ろ見て。後ろ、はい、うん、ここのブレーキランプのここが本来の幅らしい。だからそんだけ出てるってこと。すごいな。これなかったらめちゃめちゃ オーバーしちゃってるよね。そうだから後ろから見ても超ワイドになってるよね。うん、かなりお尻もいい感じで、このフロントフェンダーのところはこうやってレーシングカーみたいにダクトがゴーンと出てる。すごい。これもこの車のオリジナル。すごいね。でそれに合わせてサイドステップもダーンと出てるよね。確かにめっちゃかっこいい、存在感あるしさ。そう、でも意外とこれ出っ張っとるサイドステップだけど、乗り降りの時に足引っかかりそうにならないことない？全然ならない。ちょっともう一回乗り降りしてみてくれる？はい、開けます。こうやって見ても結構あるように見えるんだけど、見えるんだけど座る時になんか特に邪魔って感じしないよね。全然。で今度それを乗って降りる時って、うん、なんかこの幅が優越感を感じるっていうか。ちょっと俺いい車乗ってんでみたいな。はい、でこのホイールもね、はい、今ちょっとカタログ見たらやっぱり100セット限定になっとったよね。限定のホイール、このレーズのね、これも本当にすごい。もうレーズさんって言ったら僕らも推しだもんね。そうですね、軽くて強くてかっこいいね。あの山野さんもこのホイールを開発に携わってるって言ってたね、はい、いやーいいっすね。でタイヤもまたハイグリップ入ってるよ。ポテンザの RE71R 入ってる。17インチ。これは楽しそうだな。これって実際サーキットとか走っても結構走れちゃう車？いやちょっと俺は乗ってみないと分かんない。だけどさすがにこのね、これから販売する車、じゃあ僕がサーキットでテストしますなんて言ったらもう店長泣いちゃう。ピシピシピシ。はい、じゃあちょっとあやちゃん、はい、恒例のこう動かしてみる。動かしていいんですか、うん、これね、ちょっとここまでは実は僕ね、はい、そこから出したんだけど、ね、めちゃくたったこんだけ動かすだけでもめっちゃ楽しかったよ。ちょっとこれマジで面白い。こんなにね運転が楽しいと思える車なかなか本当に。じゃあこれワクワクだよ。これ手にできる人は羨ましいですね。シートベルトってどんな感じ？あ、あったあった。よし、でいきますよ。エンジンもいい音するしな。はい、いけます。おいい音するね。でマニュアルどう？マニュアル操作クラッチ踏んで一速ってやってみて。一速で合ってる。サクサクっと入る？うん、全然すごく結構スムーズに。スムーズだよねこれ、うん、結構そのシフト操作も楽しいんだそれ。
わかる？バックを、バックどれで、バックは思いっきり左へずらして前にやるとバック？うん、と思う。うん、で、まっす、うん、それ一足だよね。それ一足、うん、じゃあちょっと動かして、そこ止めてもらえるかな。はい、おぉ、おぉ、めっちゃかっこいいな。すごい。いやこれマジでかっこいいわ。面白いと思うこれ。27,000キロ。めちゃめちゃ走行距離浅い。まだマジか。短いね。27,000キロ。すごいすごい。この状態でいくらになるか、はい、もうぜひこっちスリーピース岐阜店さんに、はい、お問い合わせください。お願いします。はい、営業時間は朝の9時から夜7時まで。夜7時まで。定休日は水曜日です。水曜日ということで、はい、ぜひ気になる方はお問い合わせください、うん、はい、でまたホームページもあるんで、うん、リンクは貼っときます。はい、まいちゃん、はい、この車も超気になるじゃん。これめちゃめちゃ綺麗ですよね。めっちゃ綺麗だし、めっちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗の、はい、めっちゃ綺麗。これ次回紹介します、はい、お楽しみに。